っしゃいませ、ご主人様。私はまだ心のどこかで期待していた。どんな相手だってちゃんと話をすれば分かり合えるって。けど私は知らなかった。この世界には絶対に分かり合えない相手がいることを。ただ純粋な好奇心が私たちの日常を破壊するのだと。ねえ、本当にこっちの道で間違ってない？なんか適当に走ってるような気がしてきたけど。大丈夫。この先にあるセクター5っていうエリアがウイルスの研究をしていた場所のはず。おい、カノンとは連絡が取れんのか？あいつの案内なしで研究所を突き進むのは危険すぎるぞ。さっきから全く通信できないのよ。通信機が壊れてるようには見えないけど。建物の壁が電波を通さないようになってるのかもしれないわ。こういう施設なら不思議じゃないでしょ。トップシークレットを扱ってますもんね。外部の情報が流出しないようにしてるのかも。もしくは班長が意図的に妨害してるか。どっちだろうとここまで来たら関係ないよ。早く新型ウイルスの開発をやめさせなきゃ。どうしたの、ナギさん。こんなところで立ち止まっていたらまたゾンビに囲まれるわよ。わかってるけど、このまま進んでも迷子になるだけだよ。さっきから同じ場所をぐるぐる回ってる気がするし。確かに言われてみればそうね。この廊下さっきも見たような気がするわ。行けども行けどもゴールは見えずです。班長は一体どこにいるんですか？こんなに大きな研究所が秋葉にあったなんてさすがに驚かざるを得ないわね。おい、お前たち、これを見てくれ。どうしたんですか？今はラビリンス問題を解決するのが先決です。それも大事だが、こっちも重要な情報なんだ。いいから早く確認してみろ。これって研究記録？マッドネス・アバウンド・オブ・デモニック・ゾーン・ウイルスで合ってる？マッズ・ウイルスの正式名称みたいね。こんなに仰々しい名前だったなんて知らなかったけど。こっちは西みたいね。多分この部屋を使っていた研究員のものだと思うけれど。持ち主には悪いけど読ませてもらいましょう。手がかりになることがわかるかもしれませんから。2024年6月24日、ニカガミがクビになってから数日、主任は狂ったようにウイルスの実験を繰り返している。考えてみれば、ニカガミがいた頃はまだ主任もまともだった。主任の間違いを正すことができていたからだ。今となってはもう誰も主任を止められない。何も起きなければいいのだが。2024年7月8日、
もう安城主任にはお手上げだ。あの人が何を考えているのかわからない。我々のウイルスも予定にない変異を遂げたというのに、彼女は驚くどころか嬉しそうにしていた。例のウイルスは強毒化に加え感染力も強くなっていたようだ。これでは万能薬でなく生物兵器を作っているみたいじゃないか。ミカガミはこのことに気がついていた。だからクビにされたんだ。彼女はこのウイルスをマッズと名付けて警鐘を鳴らそうとした。安城主任はそれを煙たがったんだろう。間違いなく史上最悪の悪魔のようなウイルスだ。名前に嘘偽りなしと言ったところだろうか。さすがにお偉いさんたちも見過ごせなかったらしい。マッツウイルスと主任には処置が下されるようだ。班長さんは部下の人にもあまりよく思われていなかったみたいだね。当たり前だろ。誰があんなマッドサイエンティストを好きになるんだ。続きを読みましょう。最後まで読めばまた何かわかるかもしれないわ。2024年7月22日、ミカガミがクビになってたった数日でセクター5はまともな研究ができなくなってしまった。処分されると思った主任とマッズは健在。どういうことなんだ。あんなものをそのままにしておくなんて。確かにこのまま研究を続ければ優秀な生物兵器を生み出すことができるだろう。だがワクチンもない現状、もし流出でもしたら終わりだ。上層部はそのことを分かっていないのか。ここではやっていけない。俺もそろそろ潮時だな。2024年8月5日、明日退職だったんだけどな。俺はどうやらここで死ぬことになるらしい。気持ちを落ち着かせるために日誌なんて書いているが、部屋の外はゾンビであふれかえっている。じきにここにもあいつらがなだれ込んでくるだろう。そうなったらなんとか生き延びていた俺も終わりだ。いや、それ以前に意識が次第に遠のいてきてるし、どっちにしろもうダメだな。あいつが何もかも悪いんだ。安城がマッツウイルスをばらまいたせいでこんなことに。もし安城に会うことができたら。パンデミック当時の記録だね。予想通りって言えば予想通りね。彼女それぐらいのことをしそうだし。やっぱりあの人を止めないと。放っておいたら世界が大変なことになっちゃうよ。そうね。安城がいそうな場所も分かったし、急ぎましょう。セクター5ですね。急ごう。こんな悲劇を繰り返さないためにも。よし、行こう。はっ。
セクター5、マッツウイルスが生み出された場所。
なんかお好きに悪いです。全身の毛がビンビンに逆立ってる感じがします。お好きに悪いとは心外だな。ここは私にとって嫌も同然だぞ。アンジョ、おっと、怖い目をしているじゃないか。まるで私を居殺そうとしているかのよう。その必要があればそうするつもりよ。あなたに情状酌量の余地はないと思っているからね。容赦のないことだ。私もあなたのやったことは許せない。でも、だけど、それでもこれだけは聞いておきたいの。あなたの目的は何なの？なんでゾンビを生み出すようなことをしたの？あなたのせいでいろんな人が不幸になった。マッツウイルスなんて作らなければよかったのに。何を興奮している？なぜ、どうして、目的は何だ？誰もが口を揃えて私にそう問いかけてくる。むしろ私からすれば、お前たちの考え方の方が理解できる。できることを試すのになぜ理由や目的が必要なんだ？ゾンビウイルスはまだ改良の余地があった。毒性も低く、感染力はほとんどないに等しかったからな。だからマッツを作った。それ以上でも以下でもなく、ただそれだけのことだ。狂ってるわね。私がこれまでに見てきた誰よりも。面白いことを言う。狂気と正常の境界など誰が定義できるというんだ？お前たちからすれば、私の行為すべてが狂気の産物だと感じるのだ。おい、あいつ何か持ってるぞ。また何か危険なゾンビを生み出すつもりじゃないか。ゾンビ？いや違うな。私のマッツウイルスは新たなステージに入った。人の進化、人の可能性、それらを集約し具現化することが私にはできる。我が実験の集大成を見せてやろう。嘘でしょ。まさか自分に新型ウイルスを投与するなんて。素晴らしい。これこそが新人類をさらに超えた力。こんな人に秋葉がたくさんの人の命が奪われた。みんな絶対にここで止めよう。これ以上ウイルスの被害が広まらないようにしないと。ええ、もちろんそのつもりよ。私の力が消えていく。ここまでだよ。もうあなたは戦えない。罪を償うために私たちと一緒に来てもらうから。罪を償う？私が一体どんな罪を犯したのか教えてもらいたいの。それすらも自覚がないの？あなたのせいでどれだけの悲劇が起きたと思ってるのよ。
悲劇か。それはそれは興味深い。何がおかしいの？その悲劇とやらの根源は確かに私が作り出したウイルスだ。だとしても私だけが責められるいわれはない。そうだろう、ミカガ。カノンちゃん、どうしてここに？久しぶりの再会だというのに挨拶もなし。相変わらずの鉄面皮。お前のそういうところが私は。黙っていてください。あなたの体から最新型のウイルスの情報をもらいます。やはりそれを狙っていたか。いつもお前はいいところで私を出し抜いてくれる。何してるの、カノンちゃん。言ったでしょ、ウイルスの情報をもらったんですよ。安城さんが自らに投与したウイルスは驚異的な効果があります。驚異的な効果って、人を怪物に変えるだけじゃんか。待って、カノン、あなたどうやってここまで来れたの？ここに来るまでのエリアは確かに制圧してる。でもゾンビが全く出なくなったわけじゃない。あなたも私たちと同じなのね。ウイルスを克服して強くなったっていう新人類。なんで？そんなはずないよ。カノンちゃん一度もそんなこと言わなかったし。何も知らないようだな。いや、ミカガミにうまく利用されていたと言うべきか。あなたは黙っていてくれるかしら。ちょっと今重要なお話の最中だから。言ってやれ、ミカガミ。マッツウイルスの半分はお前が作ったという事実をな。私の研究は感染力の強化までで頓挫していたんだ。ゾンビ化を促す強毒化は御鏡による功績と言っていい。澄ました顔をしてはいるが恐ろしい女だろう。まさしく天意の才。少なからず嫉妬してしまうよ。何にせよ御鏡のおかげでマッツは完成した。私が理想としていたものにぐっと近づいたというわけだ。私は意図的にウイルスを流出させたりはしていません。あなたと同じように語られるのは不愉快です。真実ということね。なんでそんなことを。妹のためです。ゾンビウイルスがもたらす身体機能の強化や再生能力は人間が死を克服するための希望でもありました。私はただその希望を現実のものにしたかった。死者をも蘇らせる究極の万能薬を作りたいと願いました。死体すら変異させるウイルス、まさかカノン。私は確かにウイルスを強毒化した。死者にすら作用するウイルスを作れると思ったから。だがお前はそれを完成させるまでには至らなかった。くだらない倫理観なんぞに阻まれるお前にはな。だから私が代わりに進めてやった。パンデミックを起こせば変異はさらに加速していく。そのメイドどもを使ったのも効率的にウイルスのデータを集めるためだったんだろう。たとえ倫理観や道徳が邪魔をしてもできると知ればやらずにはいられない。私と同類なんだよ。
もう黙っていてください。あなたにこれ以上付き合うつもりはありません。あなたがウイルスを流出させたのは想定外でした。でも確かにそのおかげでウイルスはさらに進化した。そのことは認めます。私にはできなかったことですから。おいカノン、そのウイルスのサンプルをどうするつもりだ。ワクチンの開発に使うんだ。そうだと言え。ワクチンが何だって言うんですか。What? あの子を生き返らせるためだけに私は禁忌を犯した。もう私には他に選択肢なんかないんです。カノンちゃん、まだ引き返せる。そのウイルスを使ったらまたパンデミックが。うるさい。あなたとミカさんは奇跡を起こせた。お互いを救い出すという素晴らしい奇跡を。それなら私にだって奇跡の一つくらい起きていい。そうじゃなきゃあまりにも不公平じゃないですか。冷凍保存されている妹の亡骸にこのウイルスを使います。ちょっと危険なクリーチャーになるかもしれませんが、私がいつか絶対に元の姿に戻してみせる。そのためにたくさんの人を犠牲にしてでも。妹以外の人が何人犠牲になろうと関係ありません。私はもう迷わない。それじゃあ、あなたも安城と同じになってしまうわよ。違うよ、リンカちゃん。カノンちゃんは本気でそんなこと思ってない。だって本当はすごく優しい心を持ってるんだから。そこをどいてください、渚さん。妹が、あの子が私のことを待っているんです。させない。そのウイルスを使ったらもう取り返しがつかなくなるって分かってる。だから止めるよ。たとえ思い切り殴ってでも、それが本当の友達だと思うから。私に友達なんか必要ない。あの子さえ邪魔をするなら誰であろうと排除します。たとえそれがあなたたちであっても。行けば完全な死者蘇生だって実現できる。妹を蘇らせることが。本当にそう思ってるの？何が言いたいんですか？カノンちゃんが言ったんだよ。ウイルスでゾンビになった人はもう死んでるのと同じだって。そのウイルスでもし妹さんが蘇ったとしても、それはゾンビであって、あなたの妹ではないわ。もうこれ以上戦う必要なんてないんです。ミーたちは敵対してるわけじゃナッシング。その通りだぞカノン。お前は私たちの仲間だ。お前のワクチンがあったからみんな助かったんだぞ。やめようよカノンちゃん。妹さんだってそんなこと望んでなんかいないはずだから。そんなこと分かってます。でももう生き返せないんですよ。私がゾンビウイルスに手を加えたせいでどうなりました。
犠牲者やその遺族が私を許してくれるはずがありません。私にはもう何もない。妹を救うという目的以外に私が生きる意味はないんです。違う、カノンちゃんには私がいる。リッカちゃんやアリサちゃん、レイラちゃんとお父さんだって。罪を償うなら私たちも一緒に付き合うよ。ワクチンを作るならこれまで通りみんなで協力する。だから引き返せないなんて、生きる意味がないだなんて言わないで。やり直せるよ。まだカノンちゃんのワクチンを待ってる人はいっぱいいる。一緒に戻ろうよ、みんなの拠点に、私たちのメイドカフェに。うまくいかないものですね。ただ妹の笑顔がもう一度見たかった。それだけのはずだったのに。つまらないな。実につまらん。手と手を取り合ってめでたしめでたしか。あなたには関係のないことよ。アレサ、私と三鏡にとってはな、すでに松の種はまかれた。我々の子供たちが世界を覆うのにそう時間はかからんよ。まだパンデミックが続くっていうの？そうとも。それを間近で見ることができそうにないのは心残りだが。何？研究所が崩れ始めてる。安城さん、あなたが何かしたのね。何？ちょっとした機密情報保護のための措置だ。チープな終わり方ではあるが効果的だろう。この研究所が破壊されればワクチン開発は大幅に遅れる。せーって、このままじゃ生き埋めになってしまいます。安城さん、あなた先に行くぞ、三鏡。ハハハハ。皆さん、すぐに脱出してください。逃げてって、カノンはどうするのよ。私は残って建物の自戒を食い止めます。皆さんが脱出する時間くらいは稼いでみせますよ。だったら私も残るよ。ダメです、渚さんに自戒装置を止めることなんてできないでしょ。少しでも可能性があるなら私は諦めたくない。無茶な人ですね。そういうところは渚さんらしいですか。ここにとどまれば絶対に助かりません。でも私が残ることで皆さんが助かる可能性が生まれます。そんなの納得できないよ。カノン、あなた分かってる？ワクチン開発にはあなたの存在も必要不可欠なのよ。もちろん理解してます。でもここに妹だけを残していくことはできませんから。カノン、渚さん、これは何？これ、私の知識やウイルスに関する情報、ワクチンの製造方法などをまとめた外部記憶装置です。拠点に残してきた端末でアクセスすればデータは閲覧できます。あなたたちならきっとうまく使ってくれるはず。こんなの
アギサ。まずいぞお前たち、研究所の崩壊が早くなってきている。さよならなんて言わないよカノンちゃん。え、皆さんどうかご無事で。ナギサ行くわよ。のんびりしているわけにはいきませんね。皆さんが逃げる時間くらいは稼がないと。私は罪を償えるかな。さよなら。なんとか脱出できたわね。ボスが時間を稼いでくれたおかげです。カノメ、自分だけカッコつけるような真似を。あの子なりのけじめだったのかもしれないわね。ねえリンカちゃん、本当にこれでよかったのかな。あの時カノンちゃんを抱えて逃げたら、もしかしたら全員で助かってたかもしれない。なのに私できなかった。正しいか正しくないかなんてわからないわよ。もしもカノンと一緒に脱出していたら、私たちも研究所の瓦礫で生き埋めだったかもしれない。もちろんみんな助かってた可能性もあるけど、結果がどうだったかなんて誰にもわからない。そうでしょ。それはそうかもしれないけど、外部記録装置にデータを入れていたんでしょ。それってこうなることも予想していたんじゃないかしら。私もそう思います。カノンはきっと自分の責任を感じていたはずだから。このデータが罪滅ぼしというわけか。まったくどしがたいな。いや、水臭いと言うべきかもしれん。でもボスはミーたちを信頼してくれていたんです。だからそのデータを託してくれたんだと思います。できる施設はきっと他にもあるはずよ。イエス！もしその間にゾンビが湧いて出てきても、ミーたちを残さず綺麗にデストロイしてやりますよ。ナギサ、カノンの研究記録を生かしてくれる人を探すわよ。もちろん生存者探しもね。そうだね、私たちの力で。